さんこんばんは。お風呂では頭から洗うことの方が多いマスンでございます。今日も楽しくやっていきましょう。今日は131ラリーの続きをやっていきます。で、デカール貼り終わりましたんで、一旦クリアの層をですね、1層入れて保護層を作っていこうと思ってます。で、最終仕上がりとしては、セミグロスで仕上げようと思ってますけども、一部ちょっとデカール破いちゃったりしましてですね、マスキングをして緑を塗らなきゃダメだったりとか、あとこのルーバーの上のところですね、ちょっとデカール のサイズの関係で引っ張っちゃったんで、ここ寸足らずなところがありますね。この辺りもちょっとマスキングを行って、塗装を入れていきたいということですので、まあ、セミグロスで言ってもいいんですけども、マスキングをするということを考えたら、まあ、セミグロスだとちょっと表面がザラっとした感じがありますので、ピシッとマスキングのラインが出ないかなと思いますので、一旦クリアの層を1層入れて、軽いマスキングであれば耐えれるような表面の層を作ってから、マスキングタッチアップを行って、最終半ツヤに仕上げていくということでやっていこうと思ってます。いや本当にデカール大変で、丸って言ったらあれかな、3日ぐらいかな。もうデカールは基本一晩で1日で張り切ってしまいたい、張り終わってしまいたい派なんですけど、なかなかそのテンションにちょっと慣れずにですね、3日ぐらい引っ張っちゃって、3日か4日ですね、引っ張っちゃって、ちょっとなかなか時間かかっちゃいましたけども、しっかり乾燥させたんで、ここからクリアの層を入れていきます。で、よくデカールの上からクリアって塗っても大丈夫なんですかということで、ご質問いただきます。で、今回ミュージアムコレクションさんの別売のデカールを使っていきます、言ってるんですけどもね、その上にクリアも吹いたことないんですけども、一般的にはクリアについては水性クリアを使ってくださいというのが、メーカーさん側の、見解であります。どうしてもデカールは落下系の、溶剤には溶けてしまいますので、うまくいかないことがあるので、基本的には水性クリアをやるか、クリア自体は吹かないでくださいというメーカーさんがほとんどかと思いますけども、とある工程をちゃんと踏んでいけばですね、100% なくなることはないかもしれませんけども、デカールの上に落下系のクリア吹くこと可能です。で、やっぱり水性に比べてですね、研ぎをしやすいとか、そういう特性が落下系の塗料にはありますので、水性の方がやっぱりデカールに対しては優しいというのは、紛れもない事実かと思いますけれども、そうじゃないメリット、研ぎをできるとかですね、塗膜 の、まあ、その安定度というか、そういうものもやっぱりラッカーの方が一枚上手かと思いますので、できればラッカーで、抑えておきたい。その時にじゃあどういうふうにラッカーのクリアを吹いていくかということで、考えながらやっていくんですけども、それの内容をご紹介をしていけばなと思います。はい、まず何度も言いますけども、デカールはしっかり乾燥させた状態で、塗装をしていくようにしましょう。最低でも丸1日以上は開けた方がいいですかね。時期とかね、そういう気候にもよりますけども、必ず丸1日丸2日は、デカールを貼ってから時間を置くようにしてください。一見乾いててもですね、デカールは一見乾いてても中に水分を持っていることもありますので、その状態でクリアを上から吹いてしまうと、蒸発すべきだった水分が閉じ込められてしまって、かぶると呼ばれる、白く曇ったりとかですね、そういう悪影響を及ぼしてしまいますので、そうなってしまったらもう、シンナーで、薄め液で、下地ごと全部剥がしてしまって、下地からやり直しということになりますね。それとなかなかもう大変ですし、ちょっと今回はなかなか時間がない状況でありますので、それはできれば避けたいということなんで、急がば回れじゃないんですけども、デカールはしっかり乾燥させて、水分を蒸発させてからクリアの層を拭いていくようにします。で、色のついてるホコリみたいな、黒いホコリみたいなものがですね、ついてないかっていうことをよく確認をします。こういう溝とかに、細かいホコリがついてたら払うようにします。こびりついてる時がありますから、ここにね、変な赤い
デカイロの破片みたいなものが、ついてますね。これこのまま塗っちゃうと、このまま塗ってしまうと、もう取れなくなっちゃいますので。デザインナイフか何かで軽く。引っ掛けて取っちゃいたいんですけど。あんまり深掘りしてしまうと、せっかく塗ったとか貼ったっていう層がですね、なくなってしまいますので、こんな感じであんまりもうどうせね、完成後あんまり見えないよっていうことを念頭に置いて、あんまり神経質にならずに、ここにもできれば一個もつけたくないんですけども、物理的にどうしてもついてしまうときはついてしまいますので、あんまりついたらおしまいみたいな感じじゃなくて、まあ、できればできるだけはホコリは避けたいぐらいで思っておいてですね、入ってしまったら入ってしまったら、もう案外目立たないものですし、発見が早ければそんなに取り除くことも困難ではないので、しっかり都度確認をしながら進めていけば、そんなに大した問題じゃないということを思ってですね、あんまり神経質にならずに、ちょっと楽にやっていこうと思います。はい、かな、ごめんなさい、ちょっと引っ張っちゃった。よし、じゃあ塗っていきましょうか。で、今回は EX クリアですね、これをガイアさんの塗料を使って、クリア塗料を使っていきます。で、さっきも申し上げましたけど、塗料をタッチアップをやっていくときにマスキングをしたいので、そのマスキングの都合から一旦クリアをビスを入れていこうと思ってます。で、クリアは溶剤と塗料だいたい1対1、溶剤が 1.2 ぐらいかな、ちょっと濃いめに溶いたものを使っていきます。で、溶剤についてはラピッドシンナーという乾燥の早いタイプの溶剤を使っていきます。まあ、そうすることでデカールに、まあ、悪影響というか、デカールをその攻撃する時間みたいなものもですね、短時間乾燥タイプの溶剤を使うことで、その時間も減らしていってですね、デカールへの悪影響を少なく、できるだけ少なくできたらなという考えから、ラピッドシンナーで、いきます。どっちみちね、半ツヤで今回仕上げますから、光沢自体もマックスの光沢を求めなくてもいいということもありますので、そういう形でラピッドシンナーでやっていきます。じゃあで、塗装圧はだいたい 0.08 メガ、80キロパスカルぐらいの圧力で吹いていきます。使うのはタミヤの 0.5 ミリ口径のスパマックスエアブラシですね。安価で安定しているタイプになりますので、もしクリアのね、エアブラシ、ハンドピースと通常のハンドピースと分けてないよという方はですね、ぜひ一度ハンドピースちょっと別で買われてみることを検討されてみてはいかがでしょう。私も一時に1本体制でなんとか頑張ってたんですけど、フェラーリの赤色を作ってる時にメタリックの粒子が入っちゃったことがあってですね、それにちょっとやる気を失ってしまったという経緯がありますので、あ、やばい、ちょっと屋根にホコリが大規模についてたな。綿棒のちょっとね、毛羽だった分とかがついてたみたいですね。こんな感じ。あ、やばい。まずい。
ちょっとこれは塗装一旦やめて、このクリア層をしっかり乾いてから、ペーパーかなんかで軽く引っ掛けて、ホコリは取っておきましょう。ちょっとデカールをダメにしてしまわないように。注意ですね。で、まあ、なんぼその、ラピッドシンナーということで乾燥の早いタイプの溶剤を使ってても、1回目からデカールの上からベタベタにクリアを塗ってしまうと、やっぱりまあ、影響を与えてしまって良くない状況になりますので、砂拭きというかちょっと遠目にもう触れるぐらいですけどね、もう触れるぐらいの乾燥と、ちょっと生乾半乾きの状態で塗装面に塗料が届くぐらいのイメージ、ちょっと離れた感じで、もともと塗料も濃いめなんで、そんな感じで次以降にクリアをしっかり乗せていくための、まあ、足付けみたいなイメージでですね、こうちょっと遠めにザラ拭きで結構なんで1層目は仕上げるということを心がけます。そうすることによってデカールにも準備運動というか、これからクリアが来るぞということで心構えをしてもらえるような、 そんなイメージで拭いていくと、こう中でひび割れちゃったりとかですね、そういうことのリスクを減らすことができるというふうに思ってます。ご参考でありますけど、はい、ちょっと上ももう触れますんで、ね、ちょっとペーパーで引っ掛けていきましょうか。せっかくなんでノーカットでいきましょう。1000番のペーパーを軽く当てていきます。のほこりのところ、あれをちょっとね、見て見ぬふりをして塗装を進めて、まあ色のないホコリ、白っぽいホコリだったんで、まあ多分大丈夫かなと思うんですけど、なんかね、後々ここにホコリがあったなっていうのが分かるような塗装面になってしまってはちょっとテンション下がっちゃうんで、やれることはやれるうちにやっておこうと思います。はい、じゃあちょっと屋根含めて2層目いきましょうか。2層目もまだまだちょっとデカールへの事前予告というか、そんなイメージで、ちょっと足付けに近い感じで、全然こんな感じで、ザラ拭きで大丈夫です。ツヤ感もこのぐらいで、全然まだまだツヤツヤには程遠いし、まあツヤツヤを求めない今回は塗装をしていきますんでね、あんまり神経質に光沢を急に求めすぎず、特にデカール貼ってますしね、もうそこそこで大丈夫なんで、はい、じゃあしっかり今の層の乾燥を待って、言ってもまあまあザラ拭きなんでね、すぐ乾きますけど、インターバル置いてからまた、まあ、クリアの層を重ねていくということで、まあ、若干ツヤっとするぐらいまでですかね、あと 2,3 回重ね拭きをして、ちょっとずつ距離を近づけながらですね、クリアの層を、まあ、安定したクリアの層を、確保していくということでやっていこうかなと思います。じゃあ、一旦カメラ止めてですね、乾燥を待って、2,3 回目は同じような拭き方になりますので、ちょっと省略をさせていただいて、拭き終わったところでまたカメラを再開したいと思います。はい、クリアの塗装がしっかり乾きまし
ました。まあ、今デカールを抑えるという目的で、クリアを、まあ、3層ぐらいですかね、軽く吹きましたということで、最初ザラ吹きで吹いてたんですけども、まあ、若干ずつこうちょっとずつちょっとずつ近づけて、まあ光沢とまではいけませんけどね、軽く艶が出る感じに、塗装が完了してます。で、これである程度デカールがマスキングとかでね持ってかれる状態ではなくなりました。爪でこすったりしてですね、こうピャッとめくったりとか、ボディの断面ここで切ってるようなところにですねマスキングテープをこう貼って、こういうめくり方を押してしまうとちょっとめくれちゃったりするかもわかんないんですけど、まあちょっと加減しながらねマスキングテープを貼っていくことで、まあある程度その辺は回避できるかなという状態ですね。はい。なんでここ赤色がですねちょっと足りてないですよね。ボンネットのエアインテークの膨らみにシワ寄せをなんていうかな、余白を持ってきましたんでね、こっちがどうしても足らずになってしまってますんで、この上のところをうまく塗っていくということを次の動画にてご紹介していこうと思います。ちょっとカメラ回すの忘れてですね、この緑の方はもう塗っちゃいましたけども、同じようにこの赤色のこの上のところもですねちょっと足りてませんのでね、ここについても、塗装で、足らないところを足していくということをやっていこうと思います。はい。ということで今回はデカールの上からクリアを吹く時の、まあ、注意点ということで、ご紹介させていただきました。今回ミュージアムコレクションさんのデカールということで結構ね厚手で強い感じがありますんで、通常の薄いデカールに比べるとまだクリアの耐性みたいなものもですねポテンシャル的には強い感じがしましたんで、まあ、もうちょっとこうがっつりいってもよかったかもわかりませんけども、シバリングってこう中でねクリアの中で割れちゃってしまってはまたみたいな、またボディをシンナーにドポンとつけてですね全部めくって、でデカールももう一回2000出して買ってっていうことになりますんで、まあ念には念をということでね、ちょっとこう加減しながら何ていうかな、クリアの塗装についてはやってたということで、まあ、その甲斐もあってかシバリングみたいなね、そういう中でこうビリビリに割れてますとかヒビが入ってますみたいなことは見受けられない状態ですね。非常に綺麗に塗装することがクリアのね塗装することができました。なので一度も今までですね、ラッカー系のクリアをデカールの上に吹いたことがないよという方につきましては、ちょっとね中で溶けちゃったり中でひび割れちゃったりということで、確かにやらかしてしまったらですねちょっと取り返しはつきにくいんですけども、まあ、そうならない、そうなりにくい方法みたいなものも ありましてですね、それをしっかりやっていただくことで、まあ、そういうミスみたいなものも極力防ぐこともできますので、もしよろしければこの動画を参考にしていただきましてですね、またチャレンジされてみてはいかがでしょうかということで、今回の動画は以上とさせていただきます。はい、チャンネル登録いただけてない方おられましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。コメント高評価もいただけますと今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、私が使ってます工具機材消耗品、動画の概要欄に Amazon のリンクを貼り付けてますので、また気になる方はそちらから検索とご購入をお願いします。で、1月8日ついにですねあと10日、今日12月28日あと10日ですかね、やばいな、あと10日で展示会ということで、横浜の大桟橋というところで、第4回展示会を行いますんでね、そちらの概要動画も先日アップしてますんで、まだ見てないという方おられましたらぜひ概要の動画も確認いただきまして、お一人でも多くお越しをいただけたらと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、それではまた皆さん次の動画かライブか展示会でお会いできたらと思います。ありがとうございます。さよなら。